それ今度でも急に腕落ちたドッキリ仕掛けてほしいわ。あー、おもろいやん、それ。確かに。やろ。俺もやろうかな、急に腕落ちたドッキリ。お前はさ、急にフォトナの腕が落ちたドッキリやるよ。うん、分かった。気づかねえだろ。急に腕が、本当に腕落とそう。つまんないの、始まんない。じゃあ、行きまーす。やめろよ。どうも皆さん、こんにちは、プリッツと、アマルタ、マズタです。さあということで今回はプリヤマでね対決していきますよ。へえ、やっていきましょう。さあその内容はで、どっちの方がおもんないやつ演じられるか対決。なんだよそれ。ということで、まあ、今回ね、なんでマズダオルンとね、あの 180% の人が思ったと思います。マズダには今回ね審査員としてね呼んでますので、最終的にバトラーの試合が終わってその段階でどっちが思んなかったかをね決めてもらいたいなと思います。質問です。はいはい、はい、どうぞ。マズダが一番思んなかった場合はどうしますか？その際は最優秀賞を捧げたいと思います。彼は。はい、わかりました。それマジでいらないな。よろしくお願いします。まあ俺たちさ、いろんなネタ動画出してきたやん、プリヤマは。まあだからさ、まあ、そ逆にもうおもんないやつもねできると思うよ。まあそうだね。うでもめちゃくちゃむずいけどね。おもんないやつ。溺れた今。お前溺れた今。ポケモン出てきたって。にょにょにょ。そうやね、バスドライバーにお礼した瞬間、うんうん、お礼した瞬間なんや。降りた瞬間じゃなくて、お礼した瞬間、ね、お礼した瞬間ね、わかった。いやむずい、むずい、あれだよね。お前さ、一個言っていい？一番壊れてから動画撮るの久々やからさ、緊張してる。誰？一番壊れたの俺。こいつ緊張してたらしい。だるすぎるわ。よし、始まるぞ。あ、挨拶した？あ、してる。お礼します。はい。お礼しました。どこ行くこれ、じゃあ、とりあえず。様子見なめてくんない？様子見なめてくんない？どう行きたいっすか？いや、きついな、この感じ。どこ行きたいっすか、松田さん。ねえ、じゃあここ行こう、ここ。じゃあそこ行きましょう。ねえ、何食ってんの？大ジャーンプパーン。いや、きつい。松田さん、いつものあの面白いやつやってくださいよ。やってください、やってくださいよ。あれやってくださいよ。松田さん、おいおいおい、あれってどれだよ。どうしよう。松田さん、ここで急カーブ、裏切り、突然の裏切り。もうちょっと吸引で言ってるやつとマズタさんって叫んでるやついるから、宝箱開けまーす。マズタさんね、なんだよ。敵まーす。面白いやつやってくせよ。え、面白いやつ。マズタさん、いやいや、一枚やりまーす。マズタさん、いやいや、何やろ。ビビ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 、おもんないじゃなくて弱いやつやん、それ。よし、やっていくぞ、やっていくぞ。さあ、やられてんだよ。走るぞ、走る。あれ、なんか動かへん。あ、あれ、あれ、あ、これマズタの視点やん。できる、できる。マズタ。なんだよ、その毎回ずっと名前だけ呼ぶの。マズタ。な、言えてねえし。マズタ。だからなんだよ。なんだできるだ。見て見て、ここにこっち来てください。お。ほら。ねどうしたどうした。ここにいっぱいキマワリがいます。いや、ひまわりのことキマワリって言ってるってことそれ。おいおいおい、それを言うならタンポポだろ。終わってるわ、こいつら。感性死んでる。お前ら感性死んでる。マズさん、マズさん。いや、滑舌終わってんだ、こいつら。マズタさんが、マズタさんが美術部に入った場合、マズさん。マズさん。いや、これ誰のせい、これ。これは、あの、天の神のせいです。確かに。名前はその天の名とは。はい。マズさん、どうぞ。俺なのかよ、お前、一番俺が滑るでしょ。マズさん。なんだその神の名とは、オモンナゼウス。いや、もう終わったな。ちょっとじゃあ質問があるんですけど、はいはい、マズタさんも入ってますよ、一緒に。何人ですかこれ。オモンナゼウスって言ったけど、マズタどこや。見えへん。今一瞬左映った。はい、じゃあどこ。よろしくお願いします。はい、やります。はい、よろしくお願いします。アンパンマンです。あ、
バイキンマンです。いや地獄、本当にここでいいの降りる場所？ダメ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 、ここにバイキンマンのアジトがあるよ。ジャモねえ、ジャモンさん、なにこいつ、精神年齢が低くなるの、バスドライバーの挨拶すると。ジャモンさん、いや俺、ジャモンさん答えてよ。俺だったんや、ジャモンおじさん、俺だったんや。あ、君はカバオくんだよ。俺カバオくんだったのかよ。君はカバオくんだよ。俺カバオ、おもろいからやめろお前、マイナスだぞお前、おもろいぞ。さあさあ、ちょっとちゃんとやって。うん、ちょ、アマルちゃんとやって、マジで。分かってた、うん、分かってた、ボシ分かってたぞな、ボシ。松田さんどこ、松田さんどこ。ここにいるよ。いやー、いっちゃおもんなやつそれ。うい、アマル、アマルどこ、アマルどこ。ここにいるよ。うい、うい、お前、お前ら、お前ら、これ、うい、お前、何やおい。おい、次お前ら、お前ら。うん、ギュギュギュ、こい、マジだ、ギュギュ。うぃ。あ、マジだじゃん、ちょっといい、ちょっといい、カトバさせて、カトバ、カトバ。こんにちは、ションベンジーです。お前らさ、渋滞してるって。やれよ、行け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 。上にいる、倒そう。いけるよ、いけるよ。お、銀色の玉の、銀玉がおる、銀玉。やったやった、銀玉倒した。倒した、敵いるって。あ、死んだ。 AME な、こいつ。おい、倒せよ。任せて。お、逃げたか。逃走中始まった。逃走中の BGM して。ドゥンドゥンドゥルンドゥ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 ン。ドゥンドゥンドゥルンドゥ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 ン。ドゥンドゥンドゥルンドゥ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 ン。ハンターが突き入れて。ちょっとおもろいんだよな。ロックオン。なしも。トルネードラッカー。いやいや、なんだその小学生みたいな名前。しかもいっぱい。あ、あ、な、何を言ってんの。いや、お前一人だけ回復すんだよお前。いや、アマル君も一緒に回復してやれよお前。いや、で、俺のこと起こす気はないんかお前らは。おい、乗れ。おい、おい。あ、いいよいいよ、車でね、車でね。トルネードラッカートルネードラッカいいから起こして、いいから起こして。これは振りか。これ振りやな、起こさないってやつやで。いや、ノリだるいな。マジで行くよ、マジで行くよ。ノリ小学生なんよ、こいつら。うん、うん、うん、ありがとう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 ね。うぃー、いや、もういいから、起こして、いいから。さすがにね、次はさすがにね、さすがにやら、さすがにやら、もうやら、もうやら。うぃー、だろうな、お前ら、だろうな、だろうな。お前、もうクソキッズ。もう3回目は面白くないから、3回目は面白くないからね、さすがにね。おい、ケツ触ってる、お前のケツ触って。やめてよ。気持ち悪い、こいつら。あ、あ、あ、何回やんだよこいつら、マジで。いつ進めるんやろ。いや、なんなのこいつ、標識ずっと止まってるんだけど。いつ進めるんやろ。いや、もう壊してあげよう、もう返すだから。こんにちは。あ、な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 んですか。はい、ストップ協会のものです。今、ストップって書いてある看板を壊しましたか。いや、壊したけど。誰が壊しました。いや、壊したけど何。前は壊したのか。うん、壊したよ。いや、困んない、やめて。困んない、やめて。あ、まあ、ええわ。まあ、ええわ。え、なんか、なになになに、え、え、なに、どうした。なんか今、火が、急に火が、あれ、なんか、火の神神楽。いや、終わってんな。火の神神楽。今さら鬼滅のネタ。あ、できる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 。いや、お前ら、思んないけど、敵は倒せるだろ。任せてください、マズさん。倒す、倒す、マズさん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 。さ、なんでこいつ舐めてるし。お前やばいって、死ぬよ。え、あいつ弱くなってる。 え、待って、あいつ思んなくなるって弱くなる、もしかして。あ、終わったな、マッサン。キャリスクさん、いっちゃった、いっちゃった、いっちゃった。え、今、マッサン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 、ここ、マッサン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 、ここ。うるせえ、うるせえ、やばい、たまない、たまない。あー、もう、待って、終わったな、これ。どうすればいいんだ、俺。マッサン、これ使ってください、マッサン。あ、お、お、一回起こす、一回起こす、一回起こす。はよせ、一回起こす、一回起こす。お、はよせ、言ってる、お前。ストップ、今日から戻って。マスター、死ぬ。マジ死ぬ、死ぬ、これ死ぬ。後ろにもいますよ。やばい。うわあ。うわあ。スーパーいるよ。いや、こいつ、全然違うとこ行ってるやん。こいつ、ワンピースを探してるんじゃないか。これがワンピースか。マスさん。ん？フクロウが喋ってるの、静かにしてください。おお。うん。うん。うん。あの、ちょっとおもろい時どうすればいい俺。同時に喋んなよ、お前ら。フクロウ。何てか分かんねえだから。フクロウはどっかに行ってしまったのかい。フクロウの呼び声聞いてみよう。マスさん、
え、ふくろ、え、ふくろ、え、まあ、やらなきゃでしょ。ねえ、なんでやらないの。そこは、そこは分かってくださいよ。今は分かってねえな。いや、うざい。こいつらに笑い指導されるのいっちゃムカつくな。今度片番な、お前。やる。まだ恥ずかしさがある、あるな。なんでこいつら設定中2ぐらいなの。片番入るの中2だから、基本的に。片番して、片番大会して。喧嘩しては、喧嘩してはいたけど、片番してはいなかった。片番大会して、マジで。本日2個目のファンデーション。おい、おい、プリンス見てくれよ。後ろ、後ろを持ってくれよ。おい、見て、ほら。おいおいおい、でっけえ鉛筆。これチッだろ、鉛筆じゃなく。おい、こいつら感性死んでるだろ。一番いいよ。一番重んだ。おお、お前死ねよ、お前死ねよ。おい、お前死ぬなよ。ここで死ぬの一番重んだよ。よし、うまいいぞ。うまいな、お前でも。これ起こせんじゃないこれ。大丈夫、俺チーム起こせるよ、でもこれ。さすがに起こせるだろ、これは。さすがにね。俺、面白くないから起こしちゃうよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。だって、活体力が強い。喋り方だけどうにかしてほしい。待って、死ぬ。やばい、これはやばいぞ。こいつを倒して手代をもらう。これはやばいたる、やばいたる。これはやばいたる、やばい。これはやばいざる、これはやばいざる。待って、これはやばいざる。待って、死ぬ、死ぬ、死ぬ。助けてくれ、助けて。 お前ら、そうだ、そっち方面に行け。アマルドの、アマルドの、うん、めちゃくちゃ世代があるやばいんだこれ。ここで起こせ、ここで起こせ、俺を。うっすってやめて。これでマジさ、おとりしたぞ。なんてのかわかんねえんだよ、お前。いや、いいからもう、ちょっと思んなくてもいいから、ビクロイ取って。あ、声変わった。声変わった、声変わった。え、おい、声変わった。おい、声変わった。お前は変わってねえよ。変わった、声。お前じゃねえよ。え、やばいって、おい、死ぬぞ。アマルド、死ぬぞ、お前ら。アマドを犠牲に逃げよう。おいおい、痛いけな、痛いけな、あー痛いけな。なんだお前そのツッコミ、痛いけな、痛いけな、痛いけなっていう一番おもんないツッコミ、なんだお前それ。初めて聞いたって、ハマってるな。感動しすぎて思えない。感動しすぎて思えない。お、話題の感度は高いかな。あ、待って、やばいやばい。お、あ、でも次第結構、まあ200ぐらいしかないけど。そう、お、あということで、やってまいりましたけども、プリッツとアマル、本当に面白くなかったのはどっちなんだい。ということで、結果発表させていただきたいと思います。やばい、どっち一番重なかったのはアマル。イエーイ。いや、いや、いや、いいのかこれ。感動むずい、なんか反応、反応むずい。あのね、でも、あれよ、あの、どっちもどっちやね。